はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回はですね、 LINE とインスタ集客で2ヶ月で80万円の売り上げをですね達成した秘訣についてですね、個人事業主のですね、ヤシヤヒロミヤさんと、すみません、買いましたね大事なところで買うっていうね、ミヤさんと一緒に動画を撮っていきたいと思うんですけど、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いいたします。今、どういったご活動をされていらっしゃる感じでしょうか。今は SNS の運用代行と代理販売の方をさせてもらってます。かしこまりました。まあ、代理店とあとも SNS の実際クライアント様の SNS の運用の、お手伝いをされていると。はい、ってところで実際ちょっと今サポート期間ってところもねちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、期間ですね、まあ、大体 SNS を本気で始めてから今どれぐらいの、期間が、経たれてる感じですかね。今3ヶ月目ですね。はい、でも3ヶ月目でこれぐらいの収益って結構ですね、早いんじゃないかなと思うんですけども、実際そもそも SYK のですね学科を知っていただいたきっかけっていうのはどういったいきさつがあったんでしょうか。去年の5月に、はい、コロナが流行りだして、はいはい、ちょっと本業の方が休みになることが多かったんですけど、うん、その時にこのまま本業だけの収入じゃ不安だなと思って、うんうん、インターネットでいろいろ調べてたら、うんうん、北野さんの公式 LINE を見つけて、はいはいはい、こちらに登録させていただきました。それがきっかけで知りました。多分あれですね、SNS か何かか SNS の広告かで僕の LINE アットに見つけていただいたと。はい、ありがとうございます。っていうところでですね、はい。では最初に SYK を知っていただいた時の弊社に対するなんか印象とかもしあれば教えていただきたいなと思うんですけども。正直なところ、うん、最初は、うん、ちょっとこれ怪しいんじゃない？ああ、まあね。なるほど、なるほど。まあ全然これね、本当皆さんあれですぶっつけ本番で撮ってるんで、そう、なるほど。一番最初にしようはなんかそういう風に感じたってことですよね、うんうん、なんかそういう感じで思ってたんですけど、はいはいはい、なんかこういろいろ北野さんの配信を読んでいく中で、はいはい、なんかものすごくこう興味を持ってる自分に気づいて、うんうん、最初はそういう気持ちからだけど、なんかどんどんこう知りたいなっていう気持ちが大きくなっていく。ああ、なるほどですね。まあ、いわゆるあれですよ、なんかSNS とかで本当にそんだけ集客ができるのかとか、まあ、SNS でそれだけ本当に収益を、生み出していけるのかとかね、最近多いじゃないですか、なんか結構ネット広告で、なんか楽して稼げますみたいな。もうめちゃめちゃ多いですよね、広告とか見てても。だからまあ、もちろんなんかね、そういう怪しいなっていう印象とか、最初はあったと、まあ、いうとこもあったと思うんですけど、そっから、なんか、SYK にも入っていただいたってことは、SYK は怪しくないって多分最初は怪しいなと思いながら入る人いないと思うんで、なんかそこの分岐点みたいなのってあったりされたんですか。なんか分岐点ですか。分岐点はなんかこう、私そこから入るまでに 3、4ヶ月ずっとその北野さんの、はい、配信を読ませてもらって、そうだったんですね、はいはいはい、ライブとかもちょこちょこ見させていただいたり動画とかも見てたんですけど、うんうん、なんかやっぱりこの人すごいなっていうのがなんかこうだんだんこう分かってきて、はいはい、この人からやっぱこう学びたいっていう気持ちになっていたのが分岐点ですかね。ああ、そうだったんですね。じゃあ結構 3,4 ヶ月の時を経てと、はい、いうことです。まあ結構中にはねいらっしゃいますよ。1年半ぐらい悩んで入りましたみたいな方もいれば、逆になんか3日でね入学しましたみたいな、いろんな方やっぱいらっしゃるんですけど、まあ宮さんの場合は 3,4 ヶ月だったと。うんうん、かしこまりました。まあ、早速ちょっとね、実際にどれぐらい実績が、まあ、弊社の学会に出たのかとも最初にちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、売上ベースで言うと今どんな感じですかね。2ヶ月で80万、うん、なるほど。2ヶ月トータルで80万と。で、トータルで80万円で、ちょうど今度が取ってるのが2021年の2月の頭って感じなんですけど、まあ、12月の売上と1月の売上それぞれで分けていくと、12月が14万ですね、うんうん、14万円の受注と、はい、で11月が、33万、66万の受注、はい、かしこまりました。まあ合わせて80万というところだと思うんですけど、実際どうですかね。なんか宮さん自身って弊社の、まあ学科に入られる前から結構ある程度そういった、まあ、ビジネスとかで売り上げを出されていたっていう感じなんですかね。いや、全く何もしてなくて。なるほど、なるほど。はい。うんうん、本業のみでした。なるほどな、本業でやられていたと。はい、いうことです。ちなみに本業はどういったお仕事をあんまり差し支えなければされていたのか。看護師ですね、看護師。看護師さんね、されていらっしゃる。
はい、いうことで、そっから初めて収益得た時ってどんなぶっちゃけ感じでした？気持ちというか、その時の、はい、その時のどう感じたかっていう。私でもできるんだっていう なんかああ、なるほど、なるほものど。すごく嬉しくなりました。できるんだと。最初はまさか自分が4ヶ月後こうなるとは、とても思ってなかったっていう感覚ですかね。まあ、結構ね、うちのやっぱクライアントさんとか見てても、やっぱり売り上げが上がって初めて、あ、自分にもできるんだっていうふうに、初めて確信に変わるっていうね、そう、方やっぱ結構多いんですけど、やっぱ結果が出てから初めてね、やっぱ身に染みるものってありますよね。あります。いや、すごいですね。じゃあ実際、まあこれだけの期間で、このいわゆるもう、すごいベリーショートなんですね、この短期間でこれだけ売り上げをね、実際にね、みやさん上げられているわけなんですけど、この秘訣ってところもね、この動画見てくださる方は多分知りたい方いると思いますので、まあ各それぞれ、どういう集客媒体を使っていて、どういうふうな情報発信を意識していたのかとか、まあそういった点もちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、主にまあ、売り上げ上げるってことはもちろんね、お客様。まあ、みやさんのお客様っていうところが、みやさんのところにたどり着いてくるまでにどういった、施策というか窓口を作っていたのかってことですね。で、今、集客媒体ってどういうの使われてますかね？私は SNS は、インスタグラムを使ってて、もう一本。そちらから LINE アット、公式 LINE の方に登録してもらうような形で進めてます。わかりました。OK です。ありがとうございます。で、実はですね、ちょっと画面のこちら側にですね、みやさんの、インスタグラムのね、画面でもこちらにちょっと今表示させていただいたんですけども、今こんな感じで、まあ別にめっちゃフォロワー数が多いかっていうと、別にそうではないんですよね。で、フォロワーは別にね、10万フォロワーいますとか、5万フォロワーいますっていうわけではないんだけども、まあ実際にあれですよね、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ぐらいで2500フォロワー。ぐらいを、集められて、で、実際こういう感じで投稿してるよってことなんですけども、なんかインスタグラムの投稿とかで、もしくはプロフィールとか、まあ、ストーリーとかでもいいんですけど、みやさんが一番気をつけてるところとか、こだわってるところとかってどういった部分ですかね？私がこだわってるところは、やっぱり働きながら育児をされてるママたちの気持ちに寄り添えたらなっていうのをものすごく意識して投稿してさせてもらってます。なるほどですね。まあ、いわゆる、ミヤさんの場合だったら、ターゲットの、方っていうのが、ママさんで、これからやっぱりビジネスを、して活躍をしていきたいという女性の方が、多いと思うので、そういう方に共感できるような、投稿として、だから実際、娘さんの、お写真とかも、結構ね、上げられていらっしゃると思うんですけど、まあ、こういうですね、結構ブランディング戦略的にも、うまいなというふうに思いますね。まあ、あと基本的に投稿の型だったりとか、タイトル、いわゆるストーリーのやり方とか、そもそもそのどれぐらいの内容をどれぐらいのタイミングでやればいいのかっていうのはもちろんそのうちの弊社 SYK のそのテンプレートを元にしてやっていただいてると思うんですけど、なんかストーリーとかはどうですかね？なんかストーリーでこういうふうにした方がいいよとかっていうのももしあれば、ちょっと教えていただきたいなと思うんですけども。ストーリーは私はちょっとうまく時間が作れなかったりしてたので、前日の投稿をストーリーに上げるようにしてたんですけど、そこにこう自分のこの仕事を始めてからの気持ちの変化だったり、こういうふうになっていくことができるんだよっていう気持ちを乗せていけるように今努力してます。いわゆるお客様に未来をいかに見せていくかと。そうですね。なんかこう、何ですかね、やりたいって思ってもなかなか踏み出せない人って、私もそうだったんですけど、そういう方って多いと思うんですけど、その悩んでる時間がもったいなかったなって私は思ったので、その気持ちが伝わればなんか嬉しいなと思って。ですね、まあ、いわゆるみやさんのもうストーリーを見てくださってるお客さんが、あ、今すぐに私もみやさんみたいになりたいとか、そのみやさんの、コンテンツに、まあ、可能性を感じて、こう今すぐ行動したいと思ってもらえるような、そういったストーリーの配信ということですよね。まあ、これっていわゆる何て言うんですかね、自己啓発っていうよりはどっちかっていうと、その、まあ、マインド面でのアプローチ。っていう感じですね。マインド面的に、そのマインドセット的にお客さんを行動させてあげられるような、そういった配信っていうのをストーリーを使ってやっていくと。そう。で、ストーリーって結構今ね、もう、過半数以上の人がもうストーリーから先に見られてると、いうぐらい、ストーリーってめちゃめちゃ重要なので、もう投稿よりもやっぱ優先順位としてはストーリー高いんですよね。なので、そこをやっぱ重点的にやられていると。いうところですね。
一応次ちょっと LINE アットでの、まあ、その配信とかでもうなんかみやさんこういうとこを意識してるっていうのもあればちょっと教えていただきたいなと思うんですけども、 LINE アットではですね、はいはい、インスタグラムの投稿って結構あの、うん、長くなっちゃうとこう最後まで見てくれないっていう人って多いと思うんですけど、あ、インスタグラムのその文章がっていうところ、文章が、あ、確かにね、ちょっと長文になっちゃったりしますよね、うん、あ、そうですね。でもそこを見なかったらこうなんかもったいない部分の情報とかって結構出してたりするんですよね、うんうんうん、なのでその分をしっかりこう情報を知りたいっていう方が LINE アットに登録してくださると思うので、その部分をしっかり伝えていけるように、うん、私の経験談とか、うん、こういう風になれますよっていう配信をできるように努力、あの、気をつけてます、うんうん、あ、素晴らしいですね。なんか宮さん今おっしゃってくれた話の中で、あの、経験談を交えて話すっていうのがあの、あったと思うんですけど、あの、もちろん、ね、みやさんの LINE アットの配信とかも、まあ、後でね、試合概要欄貼っとくんで、みやさんぜひ見といてほしいんですけど、あの、まあ、もちろんそういう、お役立ち情報とか、まあ、そういったものを配信されながらも、自分の実体験に基づいて絡めた配信をするから、お客さんより説得力もね、あの、あるし、あ、みやさんに共感できるから、みやさんのファンになって、で、みやさんについていきたいなというふうにね、あの、なっているところもあると思うので、この体験談、経験談を、交えるって結構重要ですよね。うん、体験談を交えつつと、うんうん、ありがとうございます。あとなんかそのインスタグラム、あ、違うな、LINE アットとかで、よく質問いただくんですけど、どういう配信をね、すればいいんですかみたいな、結構僕も質問来るんですよ。で、まあ、あの、お役立ち情報を配信すればいいんですかとか、あの、いろいろあると思うんですけど、みゆさんの場合って他にお役立ち情報とか、他にどういった内容とか、なんかこういうの配信してるよとかっていうのありますか？私は、うん、その自分の働き方を変えたいっていうお母さんたちをターゲットにしているので、うんうん、この何ですかね、私が学んだ講座をすることでこうどういう風になっていくんだよっていう、そもそも何なのかとか、そういったことを意識しながらどういう風に稼いでいけるのかっていう情報などを発信していけるように、うんうん、気をつけてます。あ、そもそもそれって何なのかってやつですよね。あのいやいや、全然あのおっしゃっていただいた通りで、あのいわゆるファット配信ってね、あの宮さん多分いつもうちの学科でファット配信が重要だって多分いつも言われてると思うんですけども、あのね、例えばじゃあ、腰痛を治すために骨盤矯正のメソッドっていうのが、じゃあもし治療院の方でやってる人がいたら、そもそもじゃあ骨盤矯正メソッドって、まあ、自分はその専門家 だったら分かるかもしれないけど、お客さんからしたら何やねんそれってなるわけなんですよね。だそもそもホニャラホニャラメソッドって何なのかとか、で僕らの場合だったらね、インスタ映えしないインスタ集客法ってそもそも何なのかとか、まあ、そういうところから話を言って、そもそも、これって何なの、これって実はね、あの iPhone っていうもので、実は、ね、友達と連絡が取れたりとか、電話かけられたりとか、まあ、こういう機能があるんですよね、とか、で、この iPhone っていうのは、よその会社の製品と何が違うのかとか、まあ、そういったいわゆる商品のサービスの、いわゆるアピールっていうのも、実はこの LINE の配信どんどんしていかないといけないよっていうのも結構やっぱ重要ですよね。LINE で商品価値のアピール。うん。で、皆さんも実際こういうところはね、あのバシッとできてるから、まあ、実際売り上げが上がってるということだと思うんですけども、あの、まあ、実際どうですかね、なんかあの皆さん自身がまあ最初ね、あの売り上げがうちのが買えるまで全く上がってなかったというふうにおっしゃられてたと思うんですけども、あの売り上げが全くない状況の時の自分ってどんな状況だったんですか？まあ、このままではまあいいかなっていう感じだったのか、それともこのままではもうやばいと、もう今すぐなんとかしなきゃっていう状況だったのか、そのちょっとかのった教えていただきたいなと思うんですけども、売り上げがない状況の時はもう不安しかなかったですね。あ、もうこのまま何もしなかったら何も変わらないし、うんうん、やばいと思いました。やばい。ああ、なるほどね。やばいと。やばい。このままではやばいと。はい。でもやっぱあれですかね。なんかやっぱご家族がいたからこそ、やっぱりよりその家族を守っていかなきゃいけないっていう。あ、そうですね。そういうのもあった。私シングルマザーなので。子供をしっかり食べさせていかないといけないっていう必死さはありましたね。うんうんうん、どういけないと。そうですね。はい。
で、まあ、結構そこから例えば多分情報収集をされてインスタで、まあ僕自身の、LINE とかを見つけていただいたと思うんですけども、SIK の学科以外にも例えばそういうビジネス系とか、まあ、集客とかそういうのを教えてる、ね、学科とかってたくさんあるじゃないですか。でその中でなんか唯一、弊社を選んでいただけたなんか決め手みたいなのもしあれば、参考で教えていただきたいなと思うんですけども、決め手は、はい、北野さんの人柄人柄です。あ、そうなんです。あ、なるほど。なんか惹かれるものがあって、はい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 、やっぱりいろいろ見てみたんですけど、はいはい、結局やっぱここに戻ってくるんですよねSYK さんに戻ってきて。あ、そうなんですね。うんうんうん。あ、じゃあ結構いろんなところもいろいろ見て見ながら比較した結果やっぱ SYK がいいと。そうですね、なんか会社もしっかりしてるなっていう印象が私の中であって、なんか個人さんでされてる方のやつも見てみたんですけど、やっぱり会社がしっかりしてるとこを選びたかったっていうのはあります。あ、なるほどですね。はい、選びたかった。はい、で最後になんですけど、みやさん自身がなんか今後の展望だったりとか、もしくはなんか1年後こういう風になっていたいなとか、まあ、何でもいいです。なんか人生で成し遂げたいことでもいいし、プライベートでもいいし、まあ、もちろん今のビジネスでこういう人をもっと生み出していきたいとかでもいいと思うんですけども、なんかそういったみやさんなりのビジョンみたいなのもあれば教えていただきたいと思います。もうたくさんあるんですけど素晴らしい。なんか、はい、やっぱりこの学科で学んで、はいはい、自分が実績を出せた時になんか夢がものすごく広がったんですよね。であれもやりたい、これもやりたいっていう、こう前向きな気持ちになれたので、うんうん、そういうママさんを増やしていきたいっていうのもありますし、自分自身がそのカウンセラーの資格を取ってカウンセラーとしてこれから頑張っていきたいので、うんうん、そちらもしっかり学んでいけたらなっていうのが今、うんうん、カウンセラー業としてもしっかりとこれから活躍をしていきたいと。はい、素晴らしい、夢が広がりますねはい、ということで、まあ、今回ですね、宮廣美也さんと一緒に動画で撮らせていただいたんですけども、まあ、ぜひね、美也さんの LINE アットの話もすごい勉強になる部分たくさんポイントありますので、概要欄の方に美也さんの LINE アット、貼っておきますので、ぜひ皆さんもね、こちらから、LINE 登録してね、チェックしてみていただければというふうに思います。はい、ということで、皆さん本日はお時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。